はい、今日6月24日です。で、今までで午前中は、まだ午前中なんですけど、そろそろ午後になるんで、はい。まあ、ちょっと作業やってたんですけど、そのビデオカメラを、まあ、動画撮るのを忘れてたんで、はい。いや、忘れてたんで、まあ、その作業ですね。まあ、今日の工程としては、まあ、ここを、押し入れを、完成させるということです。まあ、これ押し入れだから石膏ボードを貼る予定でいたんですよ。でも押し入れにわざわざ石膏ボードってもったいないんじゃねえの。しかも寸法を合わせて切っ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 て切りまくんなくちゃいけないし、めんどくせえよなっていう話で、まあ、とりあえず断熱材をバンバンバンとタッカー止めして、これ養生プラダンですね。はい、まあ、養生プラダンで、まあ、断熱効果とは、断熱よりかは、まあ、うるさくなければいいって感じなんですよ。で、まあ、結構隙間あるしさ、これうるさいでしょっていうツッコミ入るけど、養生プラダンの上から、まあ、将来的にあれが貼れるんですよ。あの吸音マットだって、吸音シートみたいなのがこれ貼れるんですよ。これまたタッカー打ちをバンバンバンってこう適当にできるから、まあ、これでいいかなって思ってます。であとこれ、まあ、まだやってないんですけど、これ汚いんですよ、なかなかね。だからその汚れが落ちてくるから、汚れが落ちてこなければいいな程度に、まあ、養生できればいいやっていうので、マグロールの断熱材と養生プラダンで無理くり打ち付けてます。はい。で、まあ、あとはここですね。これは、天井の点検口を2箇所目にします。あっち潰しちゃったんで、はい。ただそれのための寸法と、まあ、何がやっていきたいと思います。やっぱりそのね、天井裏に雲が多いです、この家は。だからちょっとバルさんまた炊きますね。で、まあ、一応下もこんな感じになってますね。養生プラダンと、あれだ養生プラダンとあれだよ、マグロールでございますね。はい。で、これが通路ですね。この八丈間を本来 あっちを経由していったんですけど、そうすると、ここの部屋がですね、非常に狭くなるのと、まあ、一応この八丈間を1畳ぐらい潰してもいいんじゃねえのっていうことでですね、はい、まあ、やってみました。まあ、こっちの方が結果部屋は広くできたので、まあ、いいかなという感じです。まあ、あとはね、防音騒音どうするかっていう話ですけど、まあ、それは無理捨てます。そして午前中で、まあ、ここが終わりましたね。なので、あとはここ襖とかつけて、ここは終わりです。やっと終わり見えたよ。で、入って、次ここで、あとはここ板打ち付けたんですけど、まあ、ここですね。ここのこの柱からこっち側ですね、まあ、この板よりも向こう側に、スペース作ります。壁ですね。壁を作って、まあ、もう少しここの部屋が狭くなる感じですね。6畳間が、まあ、大体 5.4 畳間になるくらいです。まあ、あとはどれくらい押し入れを活用するかという話になるので、はい、感じですかね。あとはここに枠、壁の枠を作って、あの石膏ボード打たないと、まあ、ここ洗濯機があって、まあ、うるさいとこういうわけなので、まあ、なんかやっていきたいとは思います。まあ、マグロールになります。まあ、マグロール便利だね。であれ、意外と防音効果も高いです。だからビニールシートとか巻いて、あんまりちゃんと遮断してあげたり、空気が入らないようにしてあげたら、結構何も聞こえないんです。まあ、防音シートほどじゃないけど、はい。で、今日のメインはこいつですね。ようやく、水道が入り、まあ、ようやくね、水道入りました。あれ？
あーやべえな、上固定するの忘れちゃったけど、まあいいか。はい、まあ、結構、まあ、もう一箇所ぐらい固定してあげてもいいかなっていう感じだな。はい、なので、まあ、ここをですね、おっとっとに、あったあった、これです。まあ、これをもうちょい根元からやろうかなっていう感じです。はい、であとはここを通、この架橋ポリ通して、ここの裏ですね、この洗濯機のとこの洗面台の真ん中ら辺に下ろして、これでもまあいいかなっていう感じです。まあちょっと長いんでやっていきましょうか。はい、まあ一応ですね、八丈間が一段落を午前中でしてます。でここからまあ壁っすね、架橋ポリの通すのにこれ穴になります。まあ、ここら辺からが結構きつかったですね。まあ、一応一旦通し終わりましたね。おお、水出る出る出る。でまあ一応こ本来だったらもう一枚ここ下の方にこういうバンドがあるんですよ、水道管固定する。それをちょっと今外して、それをつけるのを忘れたままここにこうやっちゃったから、まあしょうがねえなって感じです。あー、これしっくり塗れるかな。しっくり塗れなかったら発泡スチロールでいいかなって感じですね。だいたいまあ塗っと、あと失敗だな。まあ、ちょっとあと四隅を気になるといけないかな。まあ、あとはここをキュイーッとキュイーッとで、こう上をキュイーッとこうはわせて、であとはここに石膏ボードの壁作るんで、石膏ボードの壁にはわせて、あとはここら辺で切ってチーズ、二口のチーズでこっちとこっち分ける感じです。まあ、こんな感じでちょっとまた何か買ってきます。まあ、ここのタルチとかの材を買ってこねばいかんかな。それでも無理くりつなげて、いやでもな、人が4日かかるわけでもねえから、そこはつなげてもいいと思うんだな。まあでもな、壁の枠は1本の材の方がいい、買ってくるか。はい、アマゾンで買ったんで、ここでちょっと、ね、問題が出てきましたね。まあいろいろ継ぎ木とかはこれ買ったんだけど、これアマゾンの電気式給湯器、これ日本のコンセントに刺さらんというわけなので、まあ道内製って話っすね。はい、まあ、どっちがプラスかどうかが、まあ、分かればいいんだけど、まあ2択でやったら多分ぶち壊れるから、それはやめようと思います。まあこんな感じで今日はやる気が失せましたね。はい、頑張れ。さてこんな感じとか、いろいろとりあえず分かってはきたんで、それなりにやっていこうと思います。あ、疲れた。まあこの水道管周りからが結構難易度上がりましたね。さすがに緻密にやらないと逆に寸法合わなくて合わないですからね。じゃあ次が、ドリルに刃を変えて、じゃあちょっとこっちから出しましょうかね。あ、まあ一応ですね、この日はこれで終わりにしてます。で、何がきついかって言ったら、その寸法に対してどれくらいその架橋ポリを曲げるかなんですよ。要するに洗濯機と洗面所をあそこに置きたいんですけど、まあ、どれくらい引っ張ってくるのかと、まあ、できるだけ急角度で曲げることってできないんですよ。架橋中のプラスチックの管がやっぱり硬さは多少あるんで、それなりに余裕を持った引き方しないとダメなんですよね。だからまあ、どうしようかなって感じですよ。まあ、長さは足りてたんですけど、一本をまた二股に分けてたんで、そこをどうするかと、まあ、どこを天井なのか、
でやっぱり床下からやるのかで、やっぱり迷ってましたね。でも結局天井からやったんですけど、床下はあんま、お勧めしないですね。もうメンテがめんどくさいんで。なんでやっぱり目に見える範囲に、何でも管は引きたいっていうような感じでやりました。バイバイ。